皆さんこんにちは、建築研究所の斉藤と申します。私の専門は、地震に安全な建物の設計です。昨年3月11日に東日本大震災が起きました。つくば市でも震度6弱という大きな揺れが観測されました。地震から1年半近く経ちますが、今でも余震が続いています。また同じような巨大地震が今度は西日本で起きるのではないかと心配されています。そうした大地震に対して我々はどういった備えをすればいいのでしょうか。地震にびくともしない建物を作るためには柱を太くしたり壁をたくさん入れたりして、頑丈な建物を作る必要があります。それは大変使いにくい建物になりますし、お金もかかります。めったに来ない大地震のために、頑丈で使いにくい建物を建てるのは効率的ではありません。では地震で建物が揺れないようにするにはどういった方法が考えられるでしょう。最も簡単なのは建物を宙に浮かしてしまうことだと思います。ただ重たい建物を宙に浮かすのは難しそうです。その代わり、地面をツルツルにして建物を置いて、地面の揺れが建物に伝わらないようにする方法はどうでしょうか。そうした方法を利用するのが免震構造という方法です。この他にも地震に安全な建物の設計の方法にはいろいろなアイデアが使われています。私の講義の中で皆さんと一緒にどんな方法があるか考えてみましょう。